やばいんですよ、最悪のシナリオ。資源の取り合いで戦争を始めたりとか、企業って結構迷惑かけてきた存在なんですよ。対岸の火事みたいなものを自分ごとにして解決していくっていうような風にしていかないといけないっていうのが SDGs なんですよ。 SDGs とビジネスで悩んでいる人を誰一人取り残さないチャンネル、 SDGs ビズの小林と黒田天平です。はい、今回は SDGs って結局何というところを解説していきたいと思います。よろしくお願いしますお願いします。はい、まず小林に質問なんですけど、 SDGs ってどんなイメージ？みんな取り組まないといけないもの。じゃあ SDGs とビジネスっていうとどんな印象？学生時代に結構ソーシャルビジネスの、はいはい、ところとかお手伝いしてたのもあるので、ビジネスで社会課題解決するとか違和感はない。これが Z 世代の答えです。皆さんお気づきですか？実は結構上の世代の人がですね、社会貢献、環境活動、チャリティみたいな慈善活動みたいな意味合いがちょっと強くてですね、 SDGs でビジネスやるなんてちょっとあまり良くないことなんじゃないのみたいな、なんかこう抵抗感ある方実は結構多いんですね。実際は小林の言う通り、 SDGs でビジネスをやっていこうっていうのは実はすごい本質的で、ビジネスがですねこう絡んでるっていうのは SDGs の語る上で非常に重要ですし、なんでビジネスと思った方はですね、ぜひ、この動画でそれを紐解いていきたいと思いますので、こうご期待ください。まずは、SDGs とはそもそも何なのか、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズというですね、みんなが目指す目標です。でそれが目標が17個と169のターゲットっていうのが書いてあって、これぜひ皆さん一回全部目通すと、あ今地球がこういうことに対して課題、今世界中のみんなが感じてるんだなってのが分かると思います。地球これ解決していかなきゃいけないっていうのは昔からあったんですよ。 SDGs の前身 MDGs ですね。この MDGs っていうのは SDGs2015 から2030と、 MDGs はその前の2000年から2015年までの目標だったんですよ。これと比較するとちょっと SDGs 分かるんですけど、 MDGs はですね、開発途上国の人たちのための目標なんですよ。例えばだから教育の問題も本当そうだし、飢餓の問題だとか、あと衛生面の問題だとか、どっちかというとそういうのが結構多くて、開発途上国を先進国が助けてあげようみたいな構図。 SDGs っていうのは開発途上国の人たちだけの問題じゃなくて、世界全体実はやばいと。このままだとですね、地球やばいんですよ。知ってます？はい、知ってる。噂には聞いてる。いや結構ですね、こういろんなシナリオがあるんですよ。こう地球に住めなくなる日って本があるんですけど、地球がですねこのままの感じで、ずっとこう活動していくと2050年とか2100年どうなっちゃったみたいな、これ読むとすごい書いてあるんですけど、目次読むだけでもですねやばいんですよ。最悪のシナリオ、気候崩壊はすでに進んでるんですけど、殺人熱波が襲ったり、飢餓が世界を襲ったりとかですね、水没したりとかですね、これは想像つくと思うんですけど、ちょっとこうなるほどなと思うし、僕自身もそれが一番怖いなと思うのが、人間同士が資源の取り合いで戦争を始めたりとか、もしかしたらそういうシナリオもあるんですよ。でここら辺はですねやっぱりこう結構怖くて、僕らは気候変動の問題ってそんなに正直詳しくなかったんですけど、やっぱすごい勉強すればするほどこの気候変動っていうのはですね、シャレにならないな。もう寿命の問題じゃなくて地球の問題で住めなくなる可能性もあるかもしれない。あるかもしれない。日本人そこら辺やっぱりちょっとのんびりしてるところがあると、これ世界的にも言われちゃってて、気候変動の問題がやっぱり解決していくには開発途上国助けてるだけだとやっぱりちょっとダメだということで、 SDGs ですね、 MDGs と違って企業の活動、要はビジネスとしての活動も巻き込んでいくようなものにしていこうっていうふうになったんですよね。まとめると、今まで他人事だと思ってたなんか対岸の火事みたいなものを自分事にして解決していくっていうような風にしていかないといけないっていうのが SDGs なんですよ。だからすごい我々責任あるし、我々がやらないといけないっていうことなんですね。開発途上国の問題だけじゃなくて、全世界のみんながやらなきゃいけないっていう活動であるってことは今説明しましたけど、全世界のみんなって一体誰かっていうと、国、自治体、行政、NPO とか NGO とか、あともちろん人もそうですね。なんですけど、すごく大事なのが、企業。企業って
結構迷惑かけてきた存在なんですよ、地球に。産業革命以降ですね、人が便利になるためにとかですね、やっぱり、その活動全体っていうのが地球のことを考えてこなかったものってすごく多くて、物を運ぶにしても物を作るにしても、まあ、何にしてもやっぱりいろんなところに改善点っていうのがあると。やっぱり特に先進国の企業、まあ日本もそうですね、日本の企業なんかはすごくやっぱりそこら辺は本当に改善しなきゃいけないってことで、今すごいまずは改善をすると、自分たちが地球に迷惑かけてきたところをこう直すぞ、良くするぞっていうようなのがまずすごくやらなきゃいけないし、まあ、その責任があるってことです。もう一つの理由、企業のが SDGs やらなきゃいけない大切な理由って、社会貢献活動っていう感じでなかなか続かないんですよ。本業で自分たちの会社で、まあ、ちゃんとこう儲かるっていう形を取りながらやっていかないと続かないし、本腰が入らないというか、そういう感じになっちゃうんですよ。結構これは小林なんかすごい温度感、そうですね、なんかそこはソーシャルビジネスと似たようなものなのかなっていうふうに感じていて、ただ単にそれだけやってたら自分自身が生きていけないかもしれないとか、続けていけないんだろうなっていう感じはしてます。そうですね、社会って、まあ、とはいえやっぱり資本主義社会でこう競争原理に基づいてると思うんですね。やったことによって対価が得られるっていうような構図、SDGs にやったことによって投資家から、まあ、銀行から評価が高まって、ちゃんとこうお金が入ってくるっていうようなモデルになっていかないと、やっぱりこの活動っていうのはすごくこう大きなムーブメントにならないかなと。 MDGs の時の反省でもそれがしっかり上がってたから、 SDGs では企業が重要なんだと、ビジネス巻き込んでいかないとうまくいかないぞってことだ。はい、ありがとうございます。このチャンネルでは SDGs とビジネスに向き合う皆さんの悩みを解決する使える情報をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。皆さんのお悩みにも答えていきたいと思いますので、コメント欄にどしどしお願いします。お願いします。